香港市民が真の普通選挙を求めて住民投票の行動を起こしましたが中国の民衆からも共鳴を呼んでいます近日湖南省の市民5人が繁華街で「湖南省も投票したい」と書いた横断幕を掲げ香港の住民投票に声援を送りました26日午後5人の調査市民が湖南省調査市の繁華街で香港の住民投票を支持する。 香港は住民投票を望んでいる「コナンも投票したい」などと書いた横断幕を掲げ香港市民への支持を表しましたしかしその後間もなくして地元警察に呼び出され警告を受けました27日午後参加者の一人ショーカ海さんが新党人の取材に答えました「 23日政府系メディア環球時報は香港の不法投票数がいくら多くても13億人を超えることはないと題した社説を掲載し香港の住民投票を非難しましたしかし中国のネットユーザーからは13億人は 投票用紙がどんなものかも見たことがないと嘲笑されています今回の活動に参加した他の4人も調査士の警察に呼び出され尋問を受けました省さは警察は強そうに見えても 心の中には恐怖心を抱いていると示しました。新東人テレビがお伝えしました。